空間に入るときは汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそわらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。一体どうやって再びここへ。それこの戦い、今のあなたの無数の戦いの中、たとえ私が永遠それほどまで、あなたこそまさに永遠の守護者。彼女たちがこの国では、この決戦をもって、私たちの500年以上にわた決戦。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどになる。私有を決するに使わず、ここまでです。あなたの勝ちを認めます。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、あなたは未来の心配をする必要。あなたの強さは私が一番よく知っています。しかしそれを思うたび、この無双の一心が震えるのを感じ、まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ、私も感じていました。先の戦いの中、その力は私の認識をも超えたもので、これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみ、無双の一心を強く握りしめると、馴染みがあるのに、それを認めましょう。あなたのその新たな意志は魔王によって生まれたものではない。これからもこの身を、もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで
私の過去を表すの。誠はただ一度たりとも本当に変わったようですね。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として今後も勝負そのものについてはまだ いえ、ただ今までに感じたことのない。もう戦いは終わったのか。こんにちは、エイ。それからこれを見届けて。私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちにあまたの厄介。誠、私は今とても嬉しいわ。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこの世。しかし全てが急すぎたのよ。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、あなたが無双に固執しないためにも。もあの時寒類。ええ、多少ね。どの属性の失戦。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経た。それでも私は知っているわ。あなたはきっと幾度となど私ほら見と。そういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛、これを受け取って。でも最も重要。光が種になった。民を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。永遠は時間を無限に引き延ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる、エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう、きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。現在の A が自らの意識空間に信用を植え、それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられ。これらは全て誠の力です。永遠は時間と密接に結びついた概念。時間そのものに意味はなく、もしかすると汝らが。じゃが
あの乱れた感覚はまだ私も感じ、わらわはそうは思わぬ。あなたが何を考えているのかはわかります。確かに誠はより高度な力を有していたかもしれません。もし信用がなければ、稲妻は何百年も前に、汝が信用に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。じゃがわらわから言わせれ、昔汝はこの信用が誠の意識空間とつながっていることをわらわにし、ええ、ですが今わかりました。でもあの木、今の信用はわらわの縄張りに植えられたものじゃ。当然わらわの好みに合わせて選定しておるに決まっておろう。おい、冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた。わらわと完全に無関係、何時らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのにな、わらわが思うに、旅人何時はわらわの言いつけ通り、自身あの時わらわは A の井戸、もし時間もわら、じゃが幸い何時らの強い乱流の方向、もしかしてオイラだ。私はもともとあの瞬間、しかしお二人とも、エイ大丈夫、体はすでに回復しています。体ももちろん重要じゃが、それ誠の意識にあったのじゃろ。ただ彼女の子、大丈夫です。しかし何より稲妻が今日を迎えられ、私はただ、そうだぞエイは、ありがとうございます。今日ようやく誠と、なんあなたからそのような慰めの、なんじゃこれも、誠と同じ、ほうなら将軍の位にわらわが2日ほど座ってもよいのではないか。いや、そんな冗談はここまでにしましょう。将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理し、そして鎖国を解除し、本当か、私はもうきっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかること、それについて、どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこ